平屋なんだけど2階建てなんじゃねえかっていうぐらい高さがあって、トラックとハイエースをどういう配置になるのかっていうのも事前に確認していきたいなと思いまして、ガレージにハイエースが入っている状態を今再現してみました。はい、ただいま14時37分です。はい、はい、で今回なんですけれども、ガレージ企画、はい、今 やってるんですが、はい、こちらのガレージがですねついに建設が始まるということで、はい、今回はある2カ所の場所に行ってその始まる様子を撮ってきました。そうだ、これがね最初の多分ガレージ建設動画になると思うんで、そう今までは結構ね iPad 上とかあんまりこう物として何か見せれるものがなかったんですけど、そう、ね、動きがあります、はい、ということで記念すべき第1弾動画ぜひご覧ください。はい、はい、ただいま10時8分です、はい、そろそろ着きます。今日はここに模型とあと材料がねちょっと来てるってことなんで、はい、着きました。地元工務店の第2の作業場、はい、神奈町の作業場です。お邪魔します。お邪魔します。あ、あれじゃないの、奥のやつ。やばい。はい、到着しました。はい、10時28分です。はい、ガレージの材料がね今ちょっとこの辺にあるということで、はい、あと模型ね。そうだね、模型があるということで、はい、今回訪れてるんですけど、多分前回の動画は 3D モデルのままで、はい、iPad 上だったので、はいはいはい、それが実際に立ってるのが、ね、今日見れるみたいです、はい、とりあえずりょうさんはどこにいるの。そう、藤本さんを探します、うん。よっさーん、お疲れ様です。すいません、お邪魔します。どうも、藤子クラフトのりょうです。はい、ということで、はい、この間現場で、現場で会ったことで、ありがとうございました。いやいや、今日はガレージの模型ができました。できたっていうことですね。模型できました。はい、なんでちょっと棟梁が作ってくれました。今日棟梁もいらっしゃる。必ず棟梁が模型を作られて。あ、棟梁いますよ、もちろん。棟梁の大貫さんでございます。大貫さん、はい、よろしくお願いします。はい、今回の新築現場の全てをこう統括する人が大工棟梁ってことは、大貫さんが作っていただく。大貫さんが作った模型が、はい、いいんですか。いいですか。はい、そうです。はい、じゃあ、これ、こちら模型見ていいですか。模型見てください。はい、え、めっちゃ大きい。やば、いろいろ20分の1。すごい。この曲がり針とかも、そうだね、もうすごい再現してます。めちゃめちゃ素敵な。伝統建築以外だとあんまりやらないようにする。ほとんどの会社がやってるのは紙模型、白模型っつって、紙のなんか見たことあります。型紙かなんかで作って、はいはいはい、ちょっと家具とかも配置して、うん、じゃあお客さんに分かりやすいような、うん、これはもう完全に大工のための模型。あー、すごいかっこいい。大工のための模型。ちょっとじゃあこれまた説明まだ全然するんですけど、こっち打つ、はい、これちょっと気になってます。ちょっと左打つ。これが図面です。大工さんの図面です。へー、大工さんの図面。板図って言います、はい、こう切って切った部分の断面を図面に写してる。へー、今回ね全ての車に合わせてるから全ての高さが高いんです。そうですね、そうですね。平屋なんだけど2階建てなんじゃねえかっていうぐらい高さがあって、だから柱のサイズも基本的に住宅の柱って全部3メーターできるんだけど、はい、今回全部4メーターの柱を使う。うわー、ここはちなみに一番長いところは6メーター。6メーター、この屋根のトップね。あ、屋根のトップで一番長い、はい、要は大黒柱と通し柱、はい、あ、大黒柱は大黒柱ありますよ。主体となる軸組の2本がこの2つ。すごい、建物の中心にもう2本。なるほど。で、この太い大黒柱を軸にいろんな材料が刺さったり組み込まれて、うん、5メーター何も柱がないってことは、はい、当然大きい梁を入れないと、はい、ほら垂れ下がっちゃう。そういうことですね。だからこれはもう大事な大事な梁、その上に梁がさらに4本乗っかってくるから、要はこの梁の両サイドは大黒柱になってるんですよ。なるほど、うん、これ人間。そういうことですね。え、どうですか。人間、人間の高さこんな感じ。あ、人間、人間、これ 1.8mm。あ、じゃあ、天井めっちゃ体育館かと思うぐらい。これ僕ですか。これいいですか。今日は何かこう作業されてた。今日はあ、実はそう、うん、はい、この材料を、はい、あ、これ材料ですか。はい、材料やば、
あ、これ材料。これ材料。木取りって言って、じゃあこの梁を見て、棟梁が見て、あ、曲がってるなとか、こっち側の面が綺麗だなとか見て、じゃあこれはリビングの上に使おうとか、何をどこに使うかっていうのを一個一個見ながら決めていく。でそれが終わったら、今度これをぴったりの寸法に綺麗にあの機械で削るんですよ。あ、へー。これで、形整えたら葉山の方に持ってって、葉山の方に持ってって墨付け、墨付け返して、はい、ちょっとそれお邪魔します。はい、よろしくお願いします。またよろしくお願いします。ということで、あの一旦僕ら帰ります。はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、お疲れ様です。今ですね、12時36分です、はい、今日はあの土地にね行って、実際あのいろいろねあのやることあるみたいなんで、ちょっと僕らもそれを手伝いつつ、はい、トラックとハイエースを2台とも持って、実際にねあの引っ越した時にどういう配置になるのかっていうのもあの事前に確認しておきたいなと思いまして、うん、プロボックスだったらいいのに。いいよ、ついてくから。 OK、 じゃあちょっとトラック行くわ。はい、ということで僕はねあのトラックで行きたいと思います。トラック自体もね結構久しぶりに動かすんで、よいしょ。はい、今14時13分です。着きました、はい、無事着いたね。無事着きました。ということでね、今ねハイエースとで後ろにねあのキャンピングカー、そうなかなかない並びです。で今ここどこかと言いますと、で今日現場に来たのはある理由がありまして、はい、今日はあのこちらでちょっと作業が行われるということで来たんですけど、そうですね、今回一緒にやっていただく、この前動画で初めて出ていただいた棟梁の大貫さんが来ていらっしゃるので、はい、ちょっと突撃します。そうだね。今日はどういう作業があるんですかね。今日は地縄張り、はい、地縄張り、はい、地縄を張る。ここに家が建物が建ちますよっていう位置をこう、はいはい、印ですよね。ああ、なるほど、はい、印を出してあげる作業をします。ということであの地縄張りというのをね、はい、あの経験させてもらえるということで、はい、いいんでしょうか。はい、いいですか。はい、はい、はい、すみません。お手伝いしながら、はい、ちょっとやっていきます。はい、今から家の端っこの境界を出します。一番手前の方はだいたい5メーターぐらい車が行き来するスペースになるので、この境界よりも結構奥の方から家が始まる感じです。あそこら辺っぽい。もうテープみたいなもんですか。そうです。こんなもんです。こんなもんですか。はい、下から入る。はい、今15時6分です。さっきのねあの杭を打つってやつを一通り終わりました。今回あの地縄張りっていう名前らしいんですけど、テープをこう杭打ち付けた杭になんか張り巡らすらしいんで、まあ、それでこう、うん、全体感が分かる。そういうことだね、はい、なんでちょっとね地縄張り終わったらいよいよね今日2台持ってきてるんで、うん、実際にどういう風な感じで止まるのかやってみます。このもんかな。すごい、めっちゃ形になっている。あ、大きさすごいわかるね。わかるね。ということで一旦これで旦那にちょっと入れてもらいます、車を。多分入れたらイメージ結構そうだね。そうだよね、うん、あのどういう感じでねこうバックして入れるのかとかも、うん、確かにちょっと探ってもらって。 OK、 じゃあちょっと、はい、初めて、うん、
ということで、うん、あの今日はこの後打ち合わせなので、はい、終わりなので、はい、ね、このまま置いとけばまあ楽なんですけど、ちょっと工事の邪魔になっちゃうんで、もうこれで引っ越しってことにしてもいいんですけど、はい、今日はもうこの後ちゃんと2台でまた帰って、帰ってね、はい、ちょっとまた進み次第、はい、進捗をお伝えできればと思います。はい、はいはい、ということでね、実際にガレージの土地で初めてやったのがその地縄張りっていうもの で、うんうん、あの僕ら特別に、ね、ちょっとやらせてもらったんですけど、はい、まあ、具体的にね、あの土地のどういうところにこう車を止めるのかとか、まあ、そもそもあのハイエースとかがちゃんと入るのかっていうところも試したかったので、まあ、あの入る設計ではなってたんですけど、うん、ということでここからあのいろいろまあ基礎工事とかが始まって、年明けに金町とかで見た、まだね切られる前の材木がちゃんと切られた状態であの土地に来て、 そこから柱が立っていくような形になりますので、はい、じゃあ次の動画はもういよいよ本格的に柱とかがしっかり立つような感じになると思います。私たちもね一応こんな特別なお手伝いさせてもらうことになってるので、はい、ぜひ DIY って言えるのか分かんないですけど、まあ、自分たちで作るガレージ、はい、ぜひお楽しみください。ということで今回もご視聴ありがとうございました、はい、次回もぜひよろしくお願いしま す。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録、インスタグラムチェックもお願いします。ではまた